皆さんこんにちは、ムチョと申します。今年の2歳、2020年産の馬たちがですね、最終世代ということで、ディープインパクトの産駒、かなり話題になっておりますけれども、まあ実はですね、この2歳っていうのは、他にもですね、最終世代となる激アツな名馬っていうのがおりまして、ちょっと今日はね、それをご紹介していきたいと思います。それがですね、馬娘にも登場するグラスワンダーさんでございます。まあ特にね、長く競馬を見ている方にとってはもう知らない人はいないでしょうし、まあ先ほども言ったようにね、馬娘から入った方も最近はね沸騰している一頭でございます。その最近モーリスが孫としてね G1 勝ち馬を出したりと話題になっているところではあるんですけれども、実はグラスワンダーの直子っていうのは最後になるんですよね。でディープインパクトの場合はですね、24頭に単位付けして日本で走るのは6頭ということでしたけれども、なんとグラスワンダーの場合はね8頭に種付けして生まれてきたのがなんとまさかの1頭のみっていうことでね、でまさにそのファイナルワンダーな馬が馬名もファイナルワンダーなわけですね。いやこれはね、この間の小栗4世ならぬちょっとロマンを感じますよね。でですね、いや本馬っていうのもまあかなり熱の入った繁殖っていうこともありまして、いや本当にね、いやディープ同様ラストクロップで一筆あってもおかしくないんじゃないかなって思いますよね。実は本馬この間ゲート試験合格したばっかりということでちょうど話題になってたんですよね。それをちょっと見て、あこれはちょっと動画にしなければと思っていたわけですけれども、ハチはまさにそのディープインパクトで、かつこの母父もカーネギーっていうところがね、モーリスと近い配合っていうことでドラマを感じさせますけれども、で面白いのがこの馬はですね、お母さん里のフェアリーはノーザンファーム生産で里見さんの所有馬でね、でそれこそセレクトセール出身のゴリゴリノーザン系列の馬なんだけれども、いやまさかのビッグレッドファームにて繁殖入りしてるんですよね。まあこれがねシンプルにそのままやっぱりノーザンに入っていったらなかなかねグラスワンダーをつけるっていう発想にはならなかったと思うんですけれども、やっぱりそこら辺もね巡り合わせで繁殖セールに本馬が出されたっていうところをビッグレッドファームさんがね1600万円というなかなかの高額で購入して、そして晩年はですね商馬としてのグラスワンダーを強要していた思い入れもあって、こうやってこのクラスの繁殖牝馬につけてくれたわけですね。どうやら血統書サービスさんで見たところによると、この年先にねそれこそグラスの子スクリーンヒーローに配合していたわけですけれども、それで不受胎だったっていうことでその父にバトンが渡って無事受胎したっていうことになるみたいですね。まあもうこの種付け当時24歳という年齢でしたから、まあもう結構ね種付け終盤というかもう引退は近いなっていう考え方もあったでしょうからね。で実際この次の年にはもう一頭だけ種付けはしたみたいですけれども、やはり不受胎で引退っていうことになっておりますから、まあまさにね本当運命的な一頭ということで、いやこれはちょっとね競馬ファンとしては大きな夢を見てしまう一頭ではありますよね。もしかしたらねこのスクリーンヒーロー系統から4代続くサイヤーラインということにはなっておりますけれども、ここに来てまさかのグラスワンダー系、もう一個の枝としてファイナルワンダー系がねできるかもしれない。いやーまあそうなったらね、いや本当に夢のある話だなと思いますよね。まあでですね、そのグラスワンダーさんのこれまでの勝馬成績的にはどうだったのかっていうことをねちょっと改めて振り返っておきたいんですけれども、まあ私もねやっぱりがっつり世代っていうわけではなかったので結構今回初めて見てみたんですけれども、やっぱ結構そのスタリオンの場所によって結果に差が出てるなっていう印象は受けましたね。最初は車大スタリオンで勝馬入り実績通りしたんですけれども、2007年からはブリーダーズスタリオンに移動したと。やっぱ明らかにその車大を中心にね繁殖をつけられていたっていうこともあったのか、この最初の6年間っていうのは高い数値叩き出しておりますけれども、やっぱりその後ね繁殖も変わってきてちょっと数値落とした感じっていうのはありますよね。勝ち馬率累計では 22.5%、 AI0.73 っていうのは、まあ、やっぱり決して高いっていうわけではないですね。まあただねやっぱりグラスワンダーが何がすごかったかっていうと、これはなんか結構ロベルト系の特徴って言われてたりしますけれども、やっぱサイヤーラインを続けていくっていう意味では本当に大きな素質っていうのを持っていましたよね。ボバでしっかり宝塚記念やジャパン
カップ勝つ馬っていうのを輩出してくれましたからね。やっぱり中にはどれだけね勝馬成績を残していても、いわゆるフィリーサイヤでなかなか不敬としては続かない馬っていうのもいる中、こうやってしっかりと正当後継を出して、しかもそこからねまた特にスクリーンヒーローはこの系統でも最高傑作ともいえるモーリスっていうのを輩出して、またそこからエクシーナイト、ジャックドール、オーストラリアでは一つっていう馬がねしっかり後継になってくれそうですからね。まあ本当サンデー級であってもね、今のところ4台続いてるっていうのは、エポカドーロとかミッキースワローとか、まあ、もちろん現役としてはイクイノックスさんはいますけれども、まあでもやっぱりあれだけの偉大な勝馬でもなかなかそういう正当後継的な存在が出てくるのはね時間かかりましたから、まあ早瀬で言ったらこの系統がしっかりもう出来上がってるっていうのは本当に異業だよなぁと思いますよね。でまあそんな勝馬生活を経てね、2019年先ほども言ったようにハットを種付けして生まれたのはファイナルワンダー1頭のみ。20年にはやはり高齢ということもあって1頭の種付けで10体せなかったということで、まあまさにこれが最終世代ということになるわけですよね。まあもうね不敬で言っても母系で言っても、そして二次元的に言ってももう一生残り続ける本場ではありますけれども、まあ先ほども言ったようにね、もう一個大きな大系統があってもねいいと思いますので、いやその役割をねもうまさにラストクロップからの超大物期待したいところでございます。でですね、ちょっと私が気になったのが、まあ有名どころだとやっぱりこのディープとグラスワンダーっていうことにラスト世代はなってくると思うんですけれども、意外とねちょっと見えないところでこの年が最終世代となる馬っていうのも、まあ、他にいるんじゃないかということで、ちょっとさらっとね見ておきたいと思います。どうやって調べるのかと言いますと、その20年さんがね種付けした年19年の教養勝馬一覧とその次の年2020年の勝馬一覧を比べて、名前がなくなっている馬はまあなくなっている、もしくは引退している馬っていうことになりますので、まあ相当な出来事ない限りはね勝馬復帰するパターンっていうのはないので、この2つをちょっとね比べてみたいと思います。ということで、もうそのままね19年と20年を名前で並べてみて、ない馬を探しますと、まずはまさにそのグラスワンダー後継アーネストリーも最後の世代になる可能性はありますね。名前自体はなくなっていると。ただどうやらですね、アーネストリーの場合は名前はあるものの種付けはしてなかったみたいで、最終世代はもう現3歳世代になっちゃうみたいですね。まあ残念ながらちょっとアーネストリーからは後継らしい後継っていうのは出てないことがあって、ちょっとチャイアラインは難しいかもしれないですね。で、戻りまして、あとはですね、これはマイナーですけれども、エーシンスピーダーという馬も名前はなくなっておりますね。もうそもそもどういった実績の馬なのか、血統背景とかはちょっと全然思いつかないんですけれども、最近熱いジャイアンツホーズウェイの後継みたいですね。ただどうやらですね、本馬も調べてみたところ、種付けを行ったのは17年まで、1頭ずつ3年間やったのみということで、まあ、先ほどと同じパターンでラストクロップは4歳世代ということになりますね。ジャイアンツ構図合系統でいうと、ブレックス&モルタルが芝馬として導入されましたけれどもね、最近私はあのクラスの馬だったらさすがに日本でもスタームキャット系とはいえ、芝でいいところ行けるのかと注目してるんですけれども、どうしてもやっぱデータ的に鈴鹿コーズウェイとかヘイシアンパロンとかとエスケンデリアとか見てるとね、絶対に芝行けるとまではやっぱ強調できない部分っていうのはありますね。まあ逆に言えばダートはね、もう間違いなくこなすとは思っておりますけれどもね。でまあ話を戻して、もうほんと探せばね、いくらでもマイナーあたりはやはり 1,2 年で辞める馬っていうのも多いんですけれども、この風のグッドボーイさんもそうなりますかね。これは私地方競馬ちょっと見てた時に父名で見たことがありますね。本場はマジェスティックウォリアーならぬマジェスティックの後継ということで、3年間単位付けして3区は2頭のみと、どちらも馬主さんのプライベート産区ということになりますね。ただやはり種付け自体は17年が最後になっているようで、ラストクロップは4歳世代になってしまうようですね。ちょっとこういったパターンもね非常に多いので、そろそろ完全ラストクロップの馬っていうのを見つけたいところですけれども、でここでね超有名どころ黒船が出てきましたけれども、一応本番も19年にはあっても20年にはないんですが、ただやはり黒船ももう19年からは体調不良で種付け中止していたということで、実はもう3歳世代が最終クロップということになってますね。まあなんとかここからね
ザ・正統後継といえるロバが出てきてほしいところですけれども、ちょっとここまで来ると他にいない可能性もあるのかと思ってきましたが、一応コメートっていう馬なんですけれども、本馬はですね2年間替え付けっていうのはしてないようですね。でそれを引退っていうふうに捉えるんであれば、一応現2歳のオレンジベルンという馬が最後の2歳になる可能性はありますね。まあコメートもね、その重賞勝ちはないとはいえかなり有名な馬というか話題にはなった馬で、なんといってもあの加藤さんとのねダービー挑戦で加藤さんが号泣してたっていうことでダービーの重みを感じましたけれども、まあこの経験もあったからか加藤さんはね調教師として今となってはかなりいい成績というのを残してますんでね、まあいずれかはコメート3区を管理する日もあるのかといったところですけれども、復活のタイム付けあるでしょうか。でその下にあるコルバッチという馬はディープ×シェンクというね超良血なんですけれども、タネ付けは一頭も行っていないようですね。でちょっとここからは結論だけお伝えしようということで、先に調べた上でご紹介しようと思うんですけれども、まずは湘南カンプさんですね。本馬は完全にラストクロップとなるようですね。20年には名前がなくなっていて、現時点ではなくなっていると。まあ最近はね、湘南マッハで重賞でも素晴らしいスピードを見せていたりはしますし、一応その最後の世代も5頭いるっていうことでね、また短距離で沸かせる日っていうのが来るかもしれないですね。一応後継賞馬っていうのも残しておりまして、一応このミキノドラマーっていう馬がね、引退賞馬入りっていうニュースがあったんですけれども、ただ現時点で見てみると賞馬登録っていう感じにはなってなくて、種付けしたっていう放送の発表もなかったのでね、果たしてどうなっているかっていう状況ではありますね。まあ爆心王としてはビッグアーサーが結構現時点では頑張っておりまして、まあグランプリボスもねおりますけれども、一応まあファイアーラインとしてはビッグアーサーにかなりの割合がかかってるというところでしょうかね。であとはですね、これも完全なる名馬ですけれども、シンボリックレセースもラストクロップのようですね。最近はエッファネイアの父としても有名ですし、まあルヴァンスレーブ等もいてね、サイアラインは確実ですけれども、そのうちも直手としては現2歳の4頭が最後ということでね、まあこちらもロベルト系ということで、やはりそういう不景のサイアラインではね、アベージュこそゴリゴリに高いっていう印象ではなかったですけれども、やっぱりボバで当たった時はしっかり強かったですよね。でもこれもエフフォーリアでね、後継もしっかりできてますし、ルヴァンスレーブ等からも出るでしょうし、まあもちろん母系に入ってはもう、まあ、残っていくこと間違いないでしょうから、まあ現役時代も含めてね、大きな影響力を持った一頭でしたよね。であとはこれもちょっと衝撃大きいですけど、ドリームジャーニーも多分ラストクラップになると思いますね。受胎率が低くて、もともと体付け等数多くなかったですけれども、結果は最近もねデルトライゼンド等で出してるんですが、現2歳世代の4頭が、まあ勝負は復活しない限りはラストクラップっていうことになりますね。まあただね、その背景たるもの、やはり車台系のバックアップがすごくて、中内田さんにね、吉岡さんにと、もうがっつり上位厩舎揃えてますし、品系もフラワーパークとか G1 馬等もおりますんでね、まあそれこそビヨンドザドリーム、アボバ1頭っていうことになりますし、まあ後継の期待もねかかるところでございます。弟のルフェーブルとは結構違うタイプで、がっつり芝だったよね。成績的に言ったらね、どちらもグランプリ勝ってるということで近いとも言えなくないんですけれども、なかなかねこれでタンク成績が違うっていうのは捨て子系らしいというか面白いところですよね。あとは天皇賞春を勝ったヒルノダムールも、これがラストクロップと、まさにこちらも最後の世代1頭のみですけれども、馬の資産的にヒルノさんではないみたいですね。あとはペルーサもそのようですね。いやー結構こうなね、話題性のあった本場ですけれども、一応主語馬としてもね、ラペルーズとか一戦の参加出したんですけれども、現時点では一応引退しているということでね、最後の世代が5頭のみ。で、そのうちの1頭はね、トーサラだったり、まああとは、まさにその、ラペルーズの全兄弟だったりもいますんで、まあ大いにここでもう一花咲かせる可能性っていうのはあるように思いますね。まあそのラペルーズはヤシンスステークス、勝つぐらいまで3歳のダート路線ではトップだった馬なわけですからね、やはり今の需要を考えると、ここをこなせるんだったら血を残す魅力は大いにあるっていう風にも受け取れますし、またペルーさんの血がね残ってほしいっていうファンの方は多いと思いますからね、まあぜひとも藤沢先生の分まで頑
頑張ってほしいところでございます。ということでこのあたりになってきますでしょうかと思ったら、ヨハネスブルグも最後の世代みたいですね。もう今となったすさまじい重要のある決闘ですけれども、最後の一頭ということで、まあこうやって見るとね、結構インパクトの強かった馬たちっていうのも、もうこれで見納めなんだなっていう馬は結構いましたね。最後にはローエングリーンもラスト一頭ということで、まさに場面はラストグリーンで締めということでね、まあスカーレットブーケがおばあちゃんにいて、オータムセール165万円っていうのはなかなかね、脇あり感は感じさせますけれども、まあでもやっぱりね、馬主さんもやっぱり分かってる方が多いですよね、これがラストなんだということをね。だからこそいい繁殖だったり、こういう場面だったりっていうのにね、ラストとかファイナルつけてくれる方が多いということで、まあやっぱりね、ファンとしてはこういうもう見られなくなってしまうね父っていうのを応援していきたいなと思いますし、まあぜひともね、最後の最後に血を残すというような活躍をね、見せてほしいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。